どうもこちょこちょとアップルウォッチを捨てられそうになりました、こっちです。よろしくお願いします。はい、今日はガチャガチャ開封10回をしていきたいなと思います。結構ガチャガチャも増えてきて、また収納ケースとか買ってもらおうかなと思ったりしています。それではどうぞこちゃこちゃ。1個目、オープン。ラインナップはこちら、楽天のどこでもファンバー、星本ダンサー、マスケンカーニバル、マスケンオール、マスケンアミーゴ。さあ、今回だったのは星本ダンサーの方当たりました。いやー、後ろにおるダンサーやな、女の人な、一緒に踊ってるやんな。さあ、この着物の感じも金とピンクで華やかです。顔も可愛らしくにっこりしてる。後ろもこんな感じで分かれてます。髪型もね、すごいね。で、しっかりこの何、何やろな、これ分からへんけどさ、これ持ってようダンサーしてはるやんな。こんな感じで腰元ダンサーでした。2個目オープン。ラインナップはこちら、カエルの鳴き声、日本アンマガエル、カジカガエル、ウシガエル、シュレーゲルアオガエル。果たして今回当たったのは、ウシガエル。これ岩にカエルが乗ってる感じになってるな。で、これボールチェーンやから、どこにでもつけられて、鳴き声を楽しめるな、どこでも。このカエルがボタンになってんの。じゃあ実際ウシガエルの鳴き声、どんなもんか。ちょっと綺麗とは言えへん鳴き声やったな。アマガエルとか言ったら多分さ、ゲコ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 でさ、可愛らしいけどさ、ウシガエルやから実家のな、近所のなんか池みたいなとこあんねんけど、うん、夜になったらこれの鳴き声がめっちゃするってことで、ウシガエルでした。3個目、オープン。ラインナップはこちら、ボンサイ、ブロッコリー、カリフラワー、ネギ、アスパラガス、ホワイトアスパラ。さあ、今回当たったのはネギが当たりました。すごい形したネギの盆栽です。入れ物もなんていうんやったっけ、こういうさ、和風のようあるやつあるよ、お酒飲んだりするやつ。こんな感じの植木鉢になってます。で、縁もこんな感じでやって、まあなんといってもネギの形がすごいなと思います。盆栽らしい形で、このネギの特徴ね、ここはちょっと緑で、ここから濃くなっていく感じのところとか、すごい、こういうさ、中見て、すごいやん。こういう細かいところもちゃんとなってます。すごい変わった発想で面白いなと思いました。4つ目オープン。ラインナップはこちら、ゴリランドセル3、マスコットフィギュア、竹馬とゴリラ、芋掘りゴリラ、応援団長ゴリラ、タンバリンゴリラ、集場するゴリラ、シークレット。さあ、シークレット狙いでどうでしょう。シークレット当たりました。投稿するゴリラということで、これは弟かな、もしかしたら。めっちゃ可愛いやん。弟とのこの体の差がすごい。あれ、よく見たらこれ帽子とさ、ランドセルでさ、もしかして女の子の可能性がある。これ小学生やからさ、最大でも6年生と1年生やんな、これ。この体の差ということは、このおっきいお兄ちゃんゴリラもこんなちっちゃい体からこんなおっきく成長したんか。ムキムキやし、頼もしい兄です。いや、シークレットは珍しいからめっちゃ嬉しい。今までこうやってさ、妹とかさ、兄弟みたいな持ってへんだからさ、だいぶ嬉しいな。うん、兄弟仲良く投稿。こんな感じでシークレットの投稿するゴリラ当たりました。5個目、オープン。ラインナップはこちら、ミッフィフレーバーアートコレクション、ソファ、フレマ、オリフとバーバラ、ミッフィとメラニー、
でフレームも多くてすごい可愛らしい感じになってます。で後ろも壁にくっつけたりすることもできるようになってます。あ、これはもう結構揃ってきたから可愛く飾れるなと思います。6個目オープン。ラインナップはこちら、超熟パスコのパン、ミニチュアスクイーズ、ミックスセレクション、超熟6枚スライス、超熟イングリッシュマフィン、サクフワメロンパン、アップルパイ、トカチバタースティック6本入り。果たして今回当たったのは超熟イングリッシュマフィン。パッケージがそのままやもんな。でこの袋の感じ、このツルツルじゃなくてなんかちょっとだけさザラザラというのかわかる、この特徴的な袋、この袋のまんまやで。これほら後ろ見て、これ召し上がり方とかさ調理例とかさいろいろ書いてある。でこのパンもさつけて見えてるけどさ、イングリッシュマフィンのあのザラザラのやつちゃんとついてんねん。ほんでもう出した時にびっくりしてんけど、めちゃくちゃ気持ちいいこのパン。で横にはバッグクローチャーがついております。こんな感じで超熟イングリッシュマフィンでした。7個目オープン。はい、さっきと一緒、ゴリ&ペル3です。はい、今回当たったのは竹馬とゴリラが当たりました。ゴリラが竹馬をしようとしてる姿で、顔もちょっと必死な顔してるね。こんな感じになってます。口見て尖ってんで、うん、ほんまや、必死な顔してるやん。怖いんかな、ちょっとビビってる顔なんかな。いやー今回はいい感じで、かぶりなしのゴリランドセルです。はい、こんな感じで竹馬とゴリラ当たりました。8個目オープン。ラインナップはこちら、食べっ子動物フィギュアバージョン1、ライオン、カバ、猫、ヒヨコ、ゾウ。果たして今回当たったのはゾウ。よってしてる感じのポーズ。ゾウといえば長い鼻に大きな耳、こんな感じですね。はい、尻尾もついてます。食べっ子動物もさ、やっぱ結構いろんな種類のキャラクターおってさ、まだ全然全種類揃えれてへんから、またこういうガチャガチャあったら揃えるために回してみたいね。こんな感じでゾウでした。9個目オープン。ラインナップはこちら、東方製菓ポテトフライミニチュアチャーム、ポテトフライフライドチキン味、ポテトフライカルビー焼きの味、ポテトフライカラカラチキン、ポテトフライじゃが塩バター、ポテトフライ、照り焼きバーガー味、ポテトフライ、たこ焼きマヨネーズ、ポテトフライ、コーンポタージュ。さあ、今回当たったのは、カラカラチキン。めっちゃカラフォーやん。大人のポテトフライってなってる。子供向けのポテトフライじゃない感じやわ。こんな感じでめっちゃカラフォーなパッケージになってます。で、後ろもこんな感じで。なってます。で横にはポテトフライのお菓子がついてます。で中にもポテトが1個入ってるんかな。これは結構さ、今までガチャガチャで回してきてるから、実際に並べたら可愛いんかなと思います。こんな感じでカラカラチキンでした。ラストオープン。ラインナップはこちら、バックドッグ、ブルドッグバッグ、トートバックスフンド、シバックドッグ、ボディチワバッグ、メッセンジャーシュナウザーバッグ。果たして今回当たったのは、メッセンジャーシュナウザーバッグ。こういう犬ね、いるいる。これは、どういうカバンやろ。こっちから持って、ここパカッて開くタイプか。そうそう。で、このバッグは、硬くて、結構ツルツルした肌触りになっております。ワンちゃんは、キリッとした顔つきで、とても可愛らしいです。尻尾も丸くて。で、肉球。これもね、前当たったブルドッグバッグと並べたら可愛いんじゃないでしょうか。ということで、メッセンジャーシュラウザバッグでした。はい、こんな感じで10個ガチャガチャ開封してきました。今回はどう？ちょっとすごいな、すごいも当たったなってじゃあ思ってます。今回は、こう、シークレットが当たりました。
いやー、結構ゴリランドフェルは1からシリーズ持ってて、周りもシークレットあったやろうけど全然頭へんくて、初めてのゴリランドフェルでシークレット当たってめっちゃ嬉しいです。なので今回私がいいなと思ったのはこれでした。こっちが今回良かったなと思うのは、今回こっちがいいなと思ったのはゴリランドセルです。朝食イングリッシュマフィン、個人的にこのイングリッシュマフィンのパン、あのザラザラ感がめっちゃ好きで、でそれが当たったのが嬉しかったのと、この触り心地なプニプニもちもち感、これいいな。みんなこのバッグクロージャーの名前わかったかな。皆さんもシークレットのゴリランドフェル当ててみてください。最後まで見てくれてありがとうね。